スパーリング2回戦は両選手リングに入場です。最初に青コーナーよりベジータ石川選手の入場です。続きまして赤コーナーより小野川健太選手の入場です。お父さん。スパーリング2分2回戦を行います。やったことあるか。青コーナーオリオン所属ベジータ石川。
1と10でもやっぱだいぶ違いますもんね。自分この間10だったんですよ。プロで？はい。私は毎年10グラムで行きましたから。行きましたね。もう旅行者の結果みたいなもん。本当はね、ライトクリアけど、めんどくさいけどさ、スーパーライトもうウェルターでもいいかな。ウェルターでもいいかな。マジ嫌いなんですよ。ウェルター級だと佐々木いいだろ。いいかな。西田さんやってますからね。次に進みいたします。インスケザファイナー選手に星会社 0.1 ノート二郎さん、星会社ピースステーション梶原梶山翔太さん、薬剤選手大我マンさん、渡辺達也さん、奈良崎さん以上の方より激励賞が贈られます。同じくインスケザファイナー選手にビストルブレッジサイダさん、肉貝一番さんより単独が贈呈されます。同じく対します JJ オロボ選手にビンカナナフラワーズ0.7%小さい人はアジアに行くじゃないですか。それとこうライトミニマム級作れたら話もある。そんなにそれはないと思うけど、まだ下ってことですね。そうだから、ミニマム級ですよ。そう言われたライトフライの下じゃないって。実際ライトフライぐらいまでいいんじゃないですか。まあ、まあ、おっしゃる通り。切らないタイプで持ってきてやる。カットするだけだから。俺ももうあれがないとできんもん。何が？相手のフルフェイスだね。はい、相手だったら試合でほぼ相手で試合で変わらんもん。まさにそういうことない。それでね、覚えて上がらず、腕でたくさん叩かれるとやっぱダメージが止まるな。フルベースがやっぱいいっすね。フルベースがやっぱいいっすね。それは切らないためだけど、フルベースは頭のためにですよ。お名前の選手、藤田石川選手、ファイン